はい、山田です。ではちょっとまとめていきますが、そうですね、まあ、山田と申しまして店長をやらせていただいております。アロマブリエルというメンズエステ店でね、店長をやっておるわけでございますが、まあ、宇都宮にもねいろんなメンズエステ店ができ、当時はもううちだけぐらいしかなかったんですけど、まあ、うちのコピーしてくださるようなお店もできたりとか、まあ、独自のやり方のお店なんかもできたりだとか、東京から進出してきたりするようなお店もあったりだとかで、とにかく、お店はたくさんあります。好きなお店選ばれたらいいと思うけど、僕はプリエルが一番いいと思ってますので、プリエルで働面接に出したらいいとは思います。当たり前だけどね。で、そうですね、お給料はまあ歩合制というか、まあ歩合制になりますけれども、時給制も選択できますよと。歩合制なり業務委託をやったことなくて不安だわっていう方は遠慮なく時給で働きたいんだということをお伝えください。ただまあ歩合の方がやっぱり稼げるから、歩合を選ばれる方が多いですけどね。それはまあご安心ください。どちらでも結構です。で、研修は、未経験の方は、全6回、2、3時間の研修を、6回に分けてやらせていただきます。最近は早くデビューしたい方も多いし、お店としても早くデビューしていただきたいので、1日2コマ分やったりとか、まあ、教え方も上手になってきたので、早めにデビューできますね。あと経験者の方、それこそリンパマッサージ、メンズエステは初めてだけどリンパマッサージ経験があるとかね、メンズエステも経験してましたよっていう方は技術の度合いに応じて、それこそバリバリのメンズエステのセラピストさん経験しててね、っていうことであれば、まあ即日勤務も、まあ、可能の場合もあるし、ただプリエルの施術も学んだ方が自分の主義だったりサービスの、プラスになるわけだから、学びたいというお気持ちも大いに、賛成しているというか、いいと思ってます。まあね、普通にリンパマッサージとかオイルマッサージ女性サロンでやってたよとかいう方は、6回はやらなくていいので、早い方だったら 2回とか、接客とあとメンズマッサージの部分ねお教えしてデビューっていう形になります。で、あと 何かな、真面目な話、あとは、まあ、宇都宮市の大通りのお店ですので、駅からちょうど10分ぐらい、歩いても来れますね。で、東武駅からも10分ぐらいなので、まあ、バスだったらもう 2、3分で着いちゃうようなところ、タクシーだったら1メーターですな。で、駐車場も完備してますし、全部屋、完全個室完全個室で、Wi-Fi 全部屋完備、テレビもあるよ。まあ、テレビ一部屋ない部屋あるんだけど、テレビはね置いても見ないんだよね今の人。まあ僕も見ないですけどね。だからテレビより Wi-Fi 完備の方がいいよね、ということで、宿泊宿直勤務も可能でございます。それこそ稼ぎたい方なんか3日4日泊まり込みで朝から晩までやってもいいし、まあ泊まって朝帰るっていうパターンでもいいですね、遠くからいらっしゃる方は。まあまあ何でも、その辺は融通が効くという感じ、です。あと、まあ、ちょっと来てないではありますけど交通費も支給するしね、大概支給されてます。で、制服も渡すし、メールお会計だしね、日によって会計が違うみたいな変な店じゃないので、もう決まった会計のやり方で、お給料も決まるっていう感じですな。まあ当たり前だけどね。で、あとはまあ、経費っていうか、なんかオイル代とか取られたりとか光熱費取られたりとかも一切ありません。研修も無料で行えます。制服も、お貸ししますので、制服はだから黒のエステ服よ、シックな清楚な、
決してそのエロっぽくない感じ。やっぱねオーナー、まあ、僕の上司もね、やっぱ風俗寄りにしたくないっていうなんか考えがあるんですよね、うん、だから特別そのなんていうのかな、エロっぽくしたくないしないっていう感じ、普通です、うん、な感じですな。でコンセプトはもうメンズエステ店としてね、まあ、レディース&メンズエステなので レディースの方もいらしたまにいらっしゃいますし、女性のお客様ね、いらしていただいて結構いらしていただいたら本当にありがたいんですが、まあ、男性の方が多いということでね、男性のお客様のニーズに、しっかり応えようと思っております。でそちらのニーズ、30〜40代、40〜50代の方のニーズがやっぱり、男性ホルモンの活性化なんですよね、それだから気づいてないでいらしてる方もいますけど、やっぱりなんでこんだけメンズエステが流行るか、メンズエステに通いたくなるのかっていうと、やっぱり男性ホルモンの活性化なんですよね。でその中でマッサージもあり、リンパも流し、コリもほぐして、そして、癒されるっていうね、スキンシップセラピー、肌とね背中が触れ合いながら、まあ、腕とか使ったりとか、やっぱり肌と肌の接触による、まあ、施術になりますので、それだけでも癒されたりするんですよ。もう何回も言いました、背中ポンポンされたいじゃないですか、そんな夜があるでしょ頑張ってる時にさ。でもそういうパートナーとかねいなかったりとか、パートナーと仲が良くなかったりとかしたら、メンズエステのセラピストさんにね、ただ頑張ってるねってポンポンされたいっていう、ニーズとかもあるんですよ。だから具体的にそのニーズに気づいてなくてもそういうニーズでいらっしゃったりもする、うん、まあそういう部分にもお答えしようと思ってます。でちょっとなんていうのかな、ちょっと軽く聞こえるかもしれないけどドキドキ感っていうふうにも呼んでまして、男性ホルモンを活性化するために、ドキドキ感の提供は必須でございますので、それは大いに、させていただきます。しかし何度も言ってますけども、風俗店のような行為、抜きだったりお触りだったり、まあ、抜き以上というかね、エッチしちゃったりとかそういうことは一切ありません。もちろん求められてもお断りですし、お店も、もうお断りしますし、セラピストさんもやっちゃダメです。バレたら、まあ、クビになります、もちろん、うん、そうじゃないんだと。だからそれ混同してる店もあるんだけど、メンズエステでね風俗の許可取ってないのに、まあ、風俗店ではないのに、お客さんが喜ぶだろうということで目論んで抜きとかやっちゃう店もあるけども、それじゃないから本筋は、このメンズエステの良さの、そうじゃない、全然そうじゃない、うん、なので、うちはそういったルール法律にのっとってやってるお店でございますし、税金も払ってるしね、すぐ潰すようなために作ったお店じゃないので、うん、10年20年続けるために、もっとですよね、30年50年で続いていくためのまだ生まれたばかりのお店ですけど、そういう準備をしておりますので、安心してお仕事できます。そして何度も最近言ってるのが独立なんかも、応援します。プリエールの、フランチャイズとして独立してもいいし、そうじゃなく完全に別個で新たなコンセプトとか、でやられてもいいし、一人セラピストでねオーナーセラピストとしてやってもいい、それがいいと思うけどね。話取れるけど、やっぱりね他の方の人生の何責任を持つっていうのはすごく重いことで、自分以外の方って意味で、ね、だからたくさん雇って儲かっていいんじゃないかっていう風に思う方もいると思うし、それにチャレンジしたい方はしたらいいけども、やっぱり責任重大なんですよね。中途半端なことできない、そう考えると、自分が人気セラピストになって、自分がオーナーセラピストで一人で、サロン切り盛りする一人のセラピストのお店とか、せめてもう一人とか、それぐらいの規模でやられるのがねいいと思うけどね、でもまあ応援しますよ、どんな規模でやろうとも。僕がお教えできることは応援します、お教えします、
な感じでございまして、まあこんな感じですな。で、あのサロンと事務所隣同士だから、怖いこととかないし、すぐに、何かあった時に駆けつけられる体制をとってます。何かあっちゃいけないので何かあったことはないんですが、何かあった時にすぐに対処できるようにしないと、事故が起きてからじゃ遅いじゃん。そういうようなことはまあないけどね。お客様も本当うちに来てくださるお客様はルール守ってくださる方ばかりなのでないけども、そういう不安もしっかりケアしております。なので本当にね、働きやすい環境、そして明るいしね、本当恨み妬みみたいなのもないし、俺がサッカー部のことを妬んでた話したばっかりでこんなこと言っちゃあれだけど、そういうのもないしね、やきもちみたいなのもないし、すごく何すっきりと爽やかにお仕事ができるお店でございますので、勤怠はうるさいけどね、勤怠っていうかその急な休みとか、要は体調悪いとかはしょうがないけど、そうじゃない急な休みとかさ、お客様に迷惑かけることとかはちょっと許しませんけど、普通であれば大丈夫です。普通の社会人としての常識が持ってればね。ということで、ちょっとまとめバーッと喋っていきました。いよいよね、いよいよ100回目前に近づいておりますが、また更新します。